はい、どうもひこまです。ポケモン GO の時間がやってまいりました。アドベンチャーウィークの選挙です。アドベンチャーウィークは引き続き続いております。シャドウクレセリアを救おう。イベント開始時点から新しいスペシャルリサーチが登場します。進めていくとスーパーロケットレーダーを獲得できますので、榊を見つけ出しましょう。このスペシャルリサーチはポケモン GO 一つながりの空が終了する日本時間2024年9月3日9時59分まで受け取ることができます。シャドウクレセリア、今回榊がシャドウクレセリアを使ってきます。シャドウルギアを救おう。シャドウレイドでシャドウルギアがポケモン GO に再び登場します。色違いを持てない人はこの機会に狙いましょう。イベントボーナス、ゴーロケット団がポケストップや気球でいつもより多く出現。技マシンスペシャルを使用することでシャドウポケモンのスペシャルアタック八つ当たりを忘れることができます。技マシンスペシャルを使用することでシャドウポケモンのスペシャルアタック八つ当たりを忘れさせることができます。八つ当たり消すのね、つい忘れてしまうんでね、今やりましょう。今です。シャドウポケモン、ゴーロケット団の下っ端とそのリーダーであるシエラ、クリフ、アルロが以前とは違ったシャドウポケモンを従えています。さらにゴーロケット団は以下のポケモンもシャドウポケモンへと変えています。ゴーロケット団の下っ端を倒して救い出しましょう。ドッコラ、プロトーガ、アーケン、運が良ければゴーロケット団の下っ端から色違いのポケモンを救出できることもあります。シャドウレード、以下のポケモンがシャドウレードに登場します。ゴーロケット団が支配していないジムでは他のレードバトルが発生する場合があります。一つ星レイド、シャドウメリープ、シャドウウッパー、シャドウズガイドス、シャドウタテトプス。三つ星レイド、シャドウコノハナ、シャドウライボルト、シャドウビブラーバー。フィールドリサーチのリワード、イベント限定のフィールドリサーチのタスクが登場します。フィールドリサーチのリワード以下の通りです。不思議なパーツ、技マシンスペシャル、技マシンノーマル。不思議なパーツいいですね。ロケット団の下っ端5人倒さなくてよくなります。ポケストップお披露目もあります。ポケモン GO ウェブストアにゴーロケット団ボックスが登場。ロケットレーダーが7個、プレミアムバトルパスが7個、ハイパーボールが7個、銀のパイルの実が7個。高そうなんで多分買わない。イベントボックスもあります。てなわけでね、始めていきましょう。で、タスクなんですけど、これですね、アドベンチャーウィーク選挙1ページ目。ポケモンを15匹捕まえる。シャドウポケモンを2匹リトレインする。ゴーロケット団下っ端とのバトルで3回勝つ。すでにもう2回勝ってます。で、ここに2人います。やっつけちゃいましょう。黙々と倒していくだけです。すでにスーパーロケットレーダーは完成してるんですよね。ゴーロケット団下っ端3人目倒しました。ポケモンを救う。シャドウ日の嵐でした。ほい、くー、捕まってくれ。ついにロケットレーダー1つ完成してます。これから幹部を倒すので起動していきましょう。起動。シャドウポケモン2匹リトレインする。 OK です。いっぱい用意してありますよ。ムックルにします。リトレインにかかる砂が1000、一番少ないやつです。リトレインしていく。リトレインしたら用なしです。すぐに博士送りです。もう一匹もムックルです。リトレイン OK です。シャドウポケモン2匹リトレインする、達成です。リトレインしたら用なしです。即博士送りです。ポチ。あとポケモン2匹捕まえないと。こんな時のストックです。ふぅ、ゲットントン。あと1匹 OK。ここまではいいんですよね。幹部が大変なんですよ。同じものがね、ずっと続いたりします。てなわけで15匹使いました。アドベンチャーウィーク選挙1ページ目達成です。リワードを受け取っていく。ファイルの実が5個、ノーマルボールが10個、そしてレーダーのかけらが1つ。ここのリワードを受け取っていく。砂が500、経験値が1500。ゲッチャンス。おう、カブト。ゲットンドンです。ポケモン20匹捕まえる。今度は20匹か。あ、ゴーロケット団下っ端とのバトルで6回勝つ。もう次幹部かと思ったら幹部じゃなかった、まだ。あれ、起動オフにしとこう。6匹倒すとね、レーダー完成しちゃいますね。温存していてちょっと損しちゃいました。さっさとね、ロケットレーダー使っておくべきでした。下っ端6人倒します。今日の暑さはね、そんな暑くないです。やっぱり秋が近いかなという感じがします。風がね、涼しいといってもこの間すごい暑さだったけど、まあその繰り返しでしょうね。確実に秋は来てます。まずは1人目、大変だぞこれ。とりあえずこの辺じゃね、ラチが開かないんでね、宮橋公園行きます。とりあえずこの2ページ目達成しちゃいます。幹部からまた撮影を再開します。とりあえず2ページ目達成です。リワードを受け取っていく。パイルの実が5個、ハイパーが10個。お、ロケットレーダーが3つ、ありがたき。そして2ページ目最後のリワードを受け取っていく。星の砂が1000、経験値が2000。ゲッチャンス。おう、オムナイト。全部モグリューでいいよ。もしくはアーケンプロ動画。てなわけで、こっから幹部かな。こっから幹部です。
とりあえずロケットレーダーを使いたい。近くにおらず、ガッテムでございます。嫌な場所にいるな。こんだけポケストップあるんだからさ、近くにいてほしかったよ。ロケットレーダーを消費してこの辺の下っ端を倒すみたいな。さすがナイヤ、うまくやらせてくんないですね。ではあっちのリーダー行きます。降りました、アルロです。あっちにね、クリフがいたんでね、これ終わったらあっちのクリフを倒しに行くのもいいかもしれない。そしたらもう残るはシエラ姉さんだけです。とりあえずアルロを倒していく。初見です、パーティーは見てません。それぐらいしないとね、やりごたえないですよね。とりあえず前回と同じでいきます。まずはアノプスです。燃やします。あ、弱いですねこれね。シールドを使っていく。アノプス撃破です。そんでもって次は、あ、これは氷弱点じゃないんだよな。でもやるしかねえ。シールド使ってくる。シールドの存在忘れてました。とりあえず使っていく。これで2枚目のシールドを消費です。あ、マンムーさんやられてしまいました。次はバンギラスいきます。マンムーよりもこっちが正解だったな。噛みついていく。そして、あ、ハッサムやばいぞ。これはデシラムにかけるしかない。あ、交代すりゃかった。くそ、大丈夫でしょう。オッケーです。ハッサム炎が20弱点です。消し飛びます。オッケーです。ギリギリ撃破です。なんとか倒していく。ここ人通りないかと思ったら地味に人通りがある。まずアルロ撃破です。まあ1人目はいいんですよ。1人目は問題は3人目です。ゲットントン。では続いてレーダー、まあ、集まったりしてんのかな。あと1枚です。あそこの下っ端倒してレーダー完成させてクリフの方行きます。計画通り。クリフが降りました。やっつけちゃいましょう。とりあえずこれで2人目。まあとりあえず初見でいきます。こっち OK です。まず何を使ってくる。トップバッターはリーラでした。このままでいいのかな。時間稼ぎで交代します。そんでもって聖なる剣を打っていく。相手のシールドをね、剥がします。まずは1枚目。2枚目。あとはタコ殴りです。相手が技を使ってくれました。時間稼げます。こっちも相手もね、技を使うと膠着時間があります。こっちは膠着しないけど圧倒的こっちが有利。 OK、 岩なだれを打っていく。いい感じにはまっております。そんでもって聖なる剣を打っていく。あのダメージならこれで大丈夫でしょう。ボン、 OK です。おー、なんか来た。聖なる剣を打っていく。これは余裕でしたね。最後はバンギでした。これはうまい具合にはまりました。あっという間の撃破でした。ポケモンはリリーラでした。あとはシエラ姉さんのみ。とりあえず下っ端を倒してレーダーを完成させる。話はそれからだ。結構順調だな。これ全然減らない。なんてこった。つぼつぼ硬いぞ。こんな硬かったか。とりあえずゴリ押ししていく。ゴリ押しのゴリちゃんです。オッケー、またつぼつぼ来んなよ。嫌な予感的中です。つぼつぼの対策考えないとダメだな。鋼でしたっけ。まあ、ゲージ技でゴリ押しです。あともうちょっと。最後はなんだ、またつぼつぼか。ハッサムでした、よかった。ハッサムは炎が20弱点。ここで炎が効いてくる。 OK、 撃破です。12時までにね、シエラ倒したい。そして気球で榊を起こさせたい。そんなうまくいくのかっていう感じですけど。くー、つぼつぼめ、くー、つぼつぼめ、くー、つぼつぼめ。つぼつぼはストレス抜けてくるし、くー、つぼつぼめ。ぐるん、ゲットです。ではシエラと出会ったら撮影再開します。ロケットレーダー完成しました。あとはシエラだけです。ここからシエラ地獄が始まる可能性があります。あそこに12時まであと13分。あそこの2つにね、シエラがいればもう完璧です。完璧超人です。ではそろそろです。決定的瞬間を抑えます。カモン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 。2人並んでるっていうのはね、そうそうないですからね。これは大きなチャンスです。このチャンスをものにしたい。残り11分。どうよどうよ。うわー、クリフだ。1人目はクリフ、もう1人は一体。ちー、おかしいだろ。クリフが2人もいるぞ。分身の術かこれ。クハチか。
難しいぞこれ。リーダーが少ない。また2人並んでます。これは大いなるチャンス。そろそろ出ますよ。シエラ来い、シエラ来い。なに、またクリフ。アルドでした。そう、まだもう一人います。この先に始まったよ、シエラ地獄。あ、シエラです。やった、あと6分。早々に倒したい。仕掛けに入っていく。行くぞ。倒せない時間じゃない。なんかスーパーパーティー使いたい。いや、そんなものはないけど。では行ってみます。こっち、あと6分です。 OK です。キバニアさんです。これはこのままでいいでしょう。 OKOK、 余裕です。さらにこう来るか。くー、めんどくさいの来たな。ゲージ技でゴリ押しです。うん、あ、そっか、シールドの存在忘れていた。聖なる剣使えばよかった。 OK、 そんでもって岩なだれを使っていく。ホイーン、 OKOKOK、 いいダメージ入ったよ。残り5分。お、いい感じにつながりました。よかったです。幹部でも簡単っすね。パーティー見なくても勝てちゃいます。撃破です。あと4分。じゃあ、あ、そして落ちた。このタイミングで落ちるとは。ナイアンティック、また1からとかないよねくそー、これ止まるとかないよね。大丈夫でした、読み込みました。で消えちゃうとかないよね。なかなか出てこないんだけど。うん、消えちゃったよ。ハテナになってます。一応達成してますね。どうなんだこれ。ポケストップが消えちゃったんだけど。あと3分。これがナイアンクオリティだよ。再起動しとくべきだったな。リワードだけでも受け取っておくべきだったが。あ、来ました来ました。ゲーム以外のところでピンチになるっていう。ポケストップ、ポケストップが出てこなくなっちゃいました。とりあえずリワード受け取ってきます。もうリワードポケモンはいいや。もうし、あ、来た来た来た。あ、オッケーオッケー。おお、そして色違い、まさかの色違いだから止まったんか。そんなことないよね。あと3分。オッケー、ゲットです。あと2分。そしてすぐさまリワード受け取っていく。経験値2500。オッケー、で、ここです。ここ受け取れば大丈夫。リワード受け取る。オッケー、星の砂が1500。スーパーロケットレーダーが1つ。経験値が2500。オッケーです。ここで気球が来れば榊です。やった。今12時になりました。来ます、来ました、榊です。てんてんてん、榊に決まってます。オッケーです。ふはは、痛い目に遭ってもらうぞ。思い知らせてやる私に歯向かうことの愚かさを。オッケーです。これも初見でいきましょう。前回と同じ、これでいいでしょう。まずはですね、ルカリオさんに交代です。でグローパンチを打っていく。シールドを剥がしていく。オッケーオッケー。シールドを剥がしながらもパワーアップしていくっていう、2段階に強くなってます。オッケーです。まずいなこれ飛行タイプだ。榊やるようになったな。でもね、グローパンチでパワーアップしてるので強いです。うーん、交代するべきか。いや、このままでいい。で、最後です。これは、うわ、エスパーか、やばいな。これは分が悪いですね。交代するべきかこれやばいな、どうしようかな。対クレセリア用ポケモン入れてなかった、まあ、初見ゆえ、まあ、クレセリア使うの分かったけど、もうどんどんパワーアップしていこう。もうダメだ、もうゴリ押しです。スーパーゴリ押しです。地ならしていく。オッケー、あー、ちょっとしか減らない。強いな。うわー、やれちゃった。くー、かよわさん頼んだぞ。シールドは2枚残ってるので大丈夫です。草結びでも大丈夫。オーロラビームでした。ゲージ技叩き込めば大丈夫でしょう。ゴー、オッケーです。倒せました。撃破です。計画通り。ゴロケット団のボスに勝つ、達成です。ポケモンを救う。おお、シャドウクレセリア、
ゲットントンです。さて評価はいかに、デキ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 デン、ういひどい。というわけでアドベンチャーウィーク選挙4ページ目です。まずは薬10個、ハイパーが10個で、塊が6個、そして最後にワードケドってきます。ポチ、星の砂が2000、経験値が3000、ゲチャン、オープテラ、ゲットントンです。アドベンチャーウィーク選挙5ページ目、リバードを受け取るだけです。ラグでいい。星の砂が1500です。全部1500、そして最後のリバードを受け取っていく、星の砂が5000、バズマシンノーマルが3つ、経験値が6000、これで終了です。アドベンチャーウィーク選挙終了。シエラ地獄にはまらなくてよかったです。というわけでアドベンチャーウィーク選挙初日に達成しました。やりました。